こんなところでごめんね。北海道逆です、うん、こんなところで、ごめんね。松永テーマです。小池東輝です。何このこれはもうあれだよね、残り2箇所だからこうラストスパートっていうと、そう今回はこの坂ビスケットというですね、はい、これ北海道のローカルの、はい、ビスケットの会社、こちらの、はい、坂ビスケットの社長がですね、うん、ちょっと風変わりな、うん、施設をやっておりまして、それがこちらのレトロスペース。レトロスペース、レトロスペースじゃないから。本当だ、これレトロスペース、坂会館。日焼けしてんな。レトロスペース、坂か、ね、これ気になるところです。失礼します。レトロスペース、販売してるわけじゃないんだね。多分名前の通りレトロなものを、はい、館長は収集をしていると見せかけて、はい、変態スペースです。急にちょっと見てください、ほら、このリッカン人形たちを必要に縄で縛って俺すげえトイレに座らせて、マネキン人形のつぶやき、 あなたがつぶやいてるの。私マネキンは親切な坂館長に言われて21年間水着姿で資料館とビスケットをアピールしてきました。でも今は重い衣装を着せられてひどいひどいわ。水着姿は良くないそうです。水着ってそんなに悪なのでしょうか。変な話でごめんね。市松人形がやってきました。その中に突然呪いのビデオ気をつけて、気をつけて。瓶の上に、瓶の上にガラスみたいなの乗っけてるだけだから。なんでこんなに物を集めてんだろう。確かに何から集めるの。あ、こうカンパビスケットっつって、こう入場料無料なんですよ、はいはいはい、でもなるべくビスケット買ってください。買って帰ろう。それがカンパです。どうすんの。そしてここは楽器コーナー。楽器コーナーだからなんとなく分かる、はい、確かに。で私は、はい、ほらアダルト保育園の時に、はい、なんか雑誌を作ってるんだねって言ったら、自分だけだよね。ちょっと雑誌感あるね。あ、編集だ。編集して、うん、自分のスペースを編集する。もう坂会館はここ一帯が多分社長の編集したエロ本だけに限らず雑誌が。雑誌が突然のアンパンマン。まあ鉄板ですからね、アンパンマンは、ね。突然の油絵っていうね。圧倒されるね。圧倒される。しかもこの辺とかはさ。ちょっと特徴的なのは、うん、誰も保存価値を見出さないものもちゃんと保存してるっていう。そうだね。洗剤のさ、洗剤とかシャンプーのさ容器とかいらないんでしょう。これを集めた人物はどんな人物なのか。そうですね、うん。こんにちは。今日息子が記者の近くを通り、うん、ラインサンドを買ってお土産だよと手渡してくれました。ここ数年探してもいつものお店にはなく、長い間本当に長い間慣れ食してきた味に合えないものかと思っていたので、本当に嬉しく美味しく大事に食べようと思ってます。感想だ今日も、うん、取材の申し込みをね事前にしたらこういうじゃあビスケットを買うか。ビスケット買おう。この塩エイジフライを買うべきだと思った自分は。そうだよね、自分はこれを買うべきだと思った。私これぐらい多分一番、これってビールクラッカーでいいんじゃない。うまいってつながってて、おいしいビスケット。おいしいビスケット、おいしいビスケット。じゃあこの2つを、はい、今日は、はいはい、ボランティアの方がこう基本的に管理をしてるらしくて、ね、こんなところでごめんね。この坂会館っていうのはいつ頃からできた。30年ぐらい前、平成初期くらいに。この人がこの人がやっている前社長、うん、はいはいはい、この方が普段はそう、この所長をやってる、うんうん、今村さんはなんでボランティアを やろうと思ったんですか。こう存続させたい話なんだけど、はい、坂さんって一種の哲学者なんですよ。へー、あのこういうこれ、うん、はい、この本が出てるみたいですね。学生運動があった頃、はい、うん、その、うん、
学生運動のリーダー的存在になって、はい、僕も学生の頃は似たようなことをやってて、話してるうちに彼と仲良くなって、学生運動を一緒にやってた。で、ここの土曜日のボランティアやってくれてんで、はい、やるようになったと。なんでこのレトロなものを収集しようってなったんですか。そうね、ある時ゴミ捨て場に、うん、女性の裸のマネキンね、 あそこにあったやつだ、お、はい、それが捨ててあった、はいはい、で捨てるあるいは捨てられる、美しいものが捨てられることについて、うん、哲学的な一種の悟りを開いたらしいんだよ、はい、そこで、はい、でそれを持ってきて置いた、はい、それが、ここのレトロスペースの第1号、第1体の捨てられてたマネキンをちょっと飾った瞬間にこのレトロスペースが始まったという、そういうことなんですね。あ、素敵な話だ。だからまずはね、ゴミ捨て場からコレクションが始まって、へ、うん、人間が懸命に作ったものを捨てるということについて怒りを持ってるんで、うん、捨てちゃいかんって、はい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 、坂さんと出会って、うん、なんかある種坂さんの哲学にちょっと浸水した部分もありつつ、共鳴してここを今お手伝いしてる、共感はあるわね、はい、うん、ありがとうございます。消えゆく昔の文化を、うん、やっぱこうちょっと今残さないと、うん、自然と消滅していくものですからね、うん、ありがとうございました。自由に、はい、ありがとうございます。高橋さん、素敵なお話をしましたね。はい、聞けたね。どうでしたか。いや、なんかね、はい、人に歴史ありだなと思いましたよ。人に歴史ありでしたね、うん、坂さんにこうなんていうか共鳴して、そう、見せられてものを捨てないって。 SDGs 今で言うとこのSDGs なのかな。いえ、こういうものも捨てちゃいけない。ああ、なるほど。ほら、ここに座ってみ、こう、そうね、ね、じっとしていると、うん、こう物に囲まれて、捨てられた物たちに囲まれてじっとしていると、そうだね、何か感じるものがあるかもしれませんね。なんか寂しい気持ちになるね。松永天馬です。こんなところでごめんね。松永天馬です。壊れるものは美しい。壊れると、すげえ。懐か、懐かしいは似て、壊れると懐かしいは似ている。バニーガールアーミー、ウサギ仕掛けにして、そう、バニーガールアーミー、謎かけは終わりさ。